です。お願いします。本日もモンタンスポーツさんで撮影の方させていただいております。本日は先日動画で紹介させていただいたアンダーシャツ特集あると思うんですけれども、そちらで紹介したアンダーシャツが新たにモンタンスポーツさんで取り扱いを始めたということなので、そちらをご紹介していこうかなと思います。そのアンダーシャツがこちらです。はい、オンユネのアンダーシャツが新たに取り扱いとなりました。ハイグレーターと呼ばれておりまして、着るエアコンとも呼ばれています。寒い時も少量の汗で発熱してくれて、暑い時大量に汗をかいている時は冷やしてくれるという特徴を持っているアンダーシャツとなってます。僕も高校の時にオンユネのアンダーシャツ、今も着てるんですけれども、高校の夏帯でもオンユネを着用して、暑いは暑いですけれども、他のアンダーシャツよりかも不思議と比較的着やすく、プレイしやすいアンダーシャツだったなと感じております。こちらのアンダーシャツが前回僕が紹介した僕が着ているものと全く同じなので、それとは別に今回はこちらの新商品になるのかな、ダブル冷感効果のアンダーシャツを紹介していこうかなと思います。こちらはハイグレーターフリーステックと呼ばれた新たな冷感テクノロジーと独自の素材を掛け合わせた新感覚冷感ウェアと裏に書いてあるので、すいません、そっくりそのまま読んだんですけれども、のアンダーシャツとなってます。接触冷感で僕が持ってる中で言ったらザナックスのアンダーシャツも接触冷感で持ってるんですけれども、まあ今いろんなメーカー出してると思うんですけども、着るエアコンの上にさらにエアコンがプラスされたような、今回モンターさんのご好意で開けてもいいよということだったので開封させていただきます。失礼します。はい、開けた感じ、まずメッシュのめちゃくちゃ薄いんですよこれ。いや軽軽軽軽だし、いやもうね、すでに触った感じ冷たいです。冷たさを感じる。どちらかというとザナックスさんの生地とは全く別ですね。ザナックスさんの生地はどちらかというと張り付くピッとするようなタイプのアンダーシャツだったんですけども、こちらはリラックスフィット系かな、アンダーシャツで、やばいやばいやばい、すぐ欲しくなっちゃう。メッシュですごいすごいすごい、ちょっと触っただけでもうすでに冷たいな感じるアンダーシャツとなっています。まあザナックスさんはどちらかというと、まあさっきフィット気味と言ったじゃないですか、リラックスなので汗かいた時に絶対脱ぎやすいだろうっていう感覚がまずあります。オンユネさんの特徴がこちら L サイズなんですけれども、とても短めなんですよ。僕が高校の時にオンユネさんを着てたのも理由がありまして、半袖からどうやっても出ない二分袖って言われてるのかな、ハーフスリーブ二分袖って言われてるのかなっていう感じで、袖が短いので、これ L サイズだから重ねてるんですけど、まあ同じコンでちょっと見づらいかなと思うんですけど、ポロシャツが M サイズなの、それでも出ない、短くて結構袖の内側、袖からちょっとアンダーシャツで出てると、なんか今ちょっとあんまりかっこよくはないじゃないですか。それは絶対に起きないです。いや、なのですごいおすすめですねこれ、絶対持ってて損はないアンダーシャツ。まあ最近ね、温暖化で夏めちゃくちゃ暑いじゃないですか。まああの若造が何言ってんだって話ですけど、まあそういったところで夏でも全然着やすいアンダーシャツだなと、夏にもってこいのアンダーシャツだなと感じがします。こちらお値段が5500円となっております。まあね、ちょっとアンダーシャツ、半袖のアンダーシャツにしては高めかなっていうのもあるんですけれども、全然全然出す価値はあり、本当にいいアンダーシャツです。オンユネのアンダーシャツ入荷しましたということはですよ、まあどちらかというとメインディッシュこっちなんじゃないかと、それがこちらでーす。IP セレクトですよ皆さん。え、じゃあオンユネの後になんでいきなり IP セレクトって思う方いると思うんですよ。ちょっと補給面を見ていただきたい。見えるかな、入ってるんですよオンユネと。実はですね、オンユネと IP セレクト、まあ、兄弟って言ったらいいのかな、まあ一応グループと言ったらいいのかなっていう感じなので、この度モンタナさんで IP セレクトも購入できるようになりました。言わずと知れたメーカーですよ。筒香選手だったり、山本由伸選手だったり、大引選手だったり、超一流の方たちが使っているメーカーですよ。こちらなんですけれども、公式用のグローブで、多分 IP セレクトさんってラベルの色いろいろあると思うんですけども、今回入荷されているグローブの中だと、あとはいくつかあるんですけれども、黄色が公式用になるのかな、ちょっとそこら辺はあれなんですけど、見た感じだと多分今回はラベルが黄色いものが公式用の入荷となっております。取り扱い始めましたよというような感じなので、ちょっと簡単な革の説明とかもさせていただければなと。こちらはステアですよね、公式用のグローブ、ステアレーザーのグローブとなってます。張りがあってどちらかというとしっとりしたような感じなんですけれども、特に分厚さは感じない、しっとりしたような、しっかりとはめた時から、あ、この方になりそう、グローブで一個一個、仕上がってきているなと感じてます。お値段が税込みで 48,000 円となってます。
めちゃくちゃ良心的な価格で公式野球の方たちだったら買えるのかなというグローブとなってます。公式用のグローブにしては適度な柔らかさはある方かなとは思います。もうこんなのポンって上手い人が使ったらやばいだろう。いやー素晴らしい。軟式用も入荷されたのでちょっとそちらもご紹介させていただきます。こちらが軟式用の外野用になります。外野用なんですけど軽いんですよ。やっぱまあ軟式用っていうのもあるかもしれないんですけれども、とても軽いので、まあ正直守備に不安がある、外野守備あんまり得意じゃないよっていう方、大きいグローブ使いたいよみたいな方も無理せず軽いんで使いやすいんじゃないかなといったグローブになります。いやーにしてもでかい。でまあこちらも刻印で音量ねと入っています。軟式用なのに、軟式用にしては固めかなといったようなしっかりとした作りのグローブとなってます。で軟式用のお値段が32,000円プラス税の価格となってます。オンヨネとか IP ってまあなかなかね量販店とかじゃ手に入らないじゃないですか。モンタさんに来ればやっちゃいますよ。欲しいメーカーほぼほぼあるんで、そんなにね多く売られているようなメーカーでもないので、まあ筒香選手だったり山本選手のファンの皆さん、まあ同じメーカー同じブランド使いたいなっていう方はぜひぜひモンタスポーツさんに来て、ご検討されてみてはいかがでしょうか。というわけで本日はこちら新たに入荷されましたオンヨネのアンダーシャツ、まあそれと同じ IP セレクトのご紹介の方させていただきました。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。はい、こちらをプレゼントいたします。1万人行った時用のプレゼントとしてペサントの内野公式用になります。まあ視聴者の人はね公式やってるから軟式グローブもらってもしょうがないって人が、ね、そうそう多いと思うんだよね。でしかも僕あえてこれにしたのが、あのカラーリングも高校生使えるカラーリングなので、まああえてこういうのを買ったっていうのもあるっちゃあります。まずは1万人達成したら、そうです、 OK。 この動画なり、まあ、いろんな動画にデサントのグローブ分かるように、はい、デサントのグローブ欲しいです。デサント、まあ、あの今並行してモンタナさんの現代モデルも、まあ、8000人のやつなんですけど、まだモンタナさんの方の登録も終わってはいないので、デサントのグローブ欲しいです、はい、そうです、現代グローブ欲しいです、はい、両方でもいいですよ。そうですね、はい、コメントしてもらえて、はい、でまた1万人達成した時に達成しました動画っていうのも出るとは思うので、はい、まあ、そちらに再度やってもらうような形、まあ、常に動画から見ていただいて、そうです、はい、いつ発表するか分かんないですよ。そうですね、いつ一番人数か分かんないん で、僕らのインスタとかツイッターもね、はい、結構いろんな情報、裏情報とか、はい、突然ゲリラプレゼント企画やっちゃうと思うんでね、はい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 、あの登録しておいてもらえればいいかなと思います、はい、そうです、お願いします、はい、革自体もいいグローブなので、今回もね、あの前回も僕は高校生向けなプレゼントだったので、今回もちょっと高校生とかぜひ、たくさんの応募お待ちしております、はい、現在翔平 TV プレゼント企画開催しております。モンタナスポーツのインスタフォロワー3000人達成で現代モデル軟式をプレゼント。現在チャンネル登録者数9000人突破、皆さん本当にありがとうございます。まだまだこれからですが1万人を目指して頑張っていきます。1万人達成したらさらにプレゼント企画を開催します。皆さんの応援よろしくお願いします。ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございます。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。I'm gonna make it.